こんにちは、香水です。今日のお話は「女友達の話についていけない」というお話をしていこうと思います。本日はたおやかラボセオリーを購入くださった H さんから専用の質問箱にご質問いただいておりますのでそれにお答えしていこうと思います。ではいただいた質問から読み上げてみます。 先生いつも拝見させていただいています H ですたびたびの質問で恐縮なのですが失礼いたします女性との関わりについて質問があります私は男性性がめちゃくちゃ強いゆえに女性心理が理解できず女性との関わり合いに悩んでいます幼少期の頃から男の子に女一人紛れて遊ぶ 男男友友達が多く、親友も男でした。大人になってからも男友達とつるみ男の職場で勤めたこともあり女友達はいないどちらかというと仕事ができるタイプで男と同じくらいよく働きます私は考え方が合理的無駄が大嫌い時間が最も重要な価値観解決思考 共感してほしいとは思わず。意見やアドバイスが欲しいと思うタイプです。男性の仕事の話を聞くことも多いのですが。前置きが長すぎると。簡潔に言うと。と話をせかしてしまうこともあります。女性の気持ちはなかなか理解できず。何が知りたいの?。と質問してま、してしまうこともしばしばあり。 解決しようのない事柄なのに、何を言ってるんだろう、と思ってしまいます。自分を分析してみると、共感はできるのですが、賛同できない傾向にあります。近未来に子供が生まれる予定で、仕事柄もあり、女性との関わり合いを完全に避けて通ることができません。幼稚園の先生やママとも、姉妹など、 私みたいなタイプの女性は、どのように女性と関わるべきですか気をつけることや、女性性を強く解決強くする解決法がありましたら知りたいです。よろしくお願いします。ということです。H さん、ありがとうございます。はい、こちらですけども、えー、女性性を強くするとあるんですが、無理やり自分を変えるよりも、男性性が強いまま、 女性性の強い女性を理解しようとした方がいいような気がしますよね。実は私もこの H さんと同じタイプなんですよね。共感をあまり必要としていないんです。そして解決のなので、結論から話さない人を見ると結構たまにイライラします。私の知り合いの女社長たちはほぼ同じく男性性が強いんですよね。 男性性が強いから女社長になれるんだとも思うんですね女性でバリバリ結果を出してる人って女性性が強い人はあまりいないんですよ多分女性性って感情でこう動き行動を変えたり決めたりする性質もあるので一つのことを成し遂げるとか何かをゲットするとかにあんまり向いてない気がするんですよね でも子育てをするとか何かを育むとか受け止める受容するということは女性性が強い人の方が向いてると思うんですね。どっちがいいとかじゃなく適材適所にいれば輝けるということかなと思っています子供が生まれたら避けて通れないということですけどママ友とかは本当の友達にはなかなかなれない場合も案外多いので。 会社の人と同じ対応でいいんじゃないかなと思うんですね、まあ、コミュニケーションは円滑にしつつも入り込まず入り込ませすぎずの距離っていうんですかね時々なんかお子さんがいらっしゃるから方からの相談もお受けするんですけども子供にとってマイナスにならないような態度であれば問題はなくて必要以上に仲良くならなくていいんじゃないかなと思います 会社の人もそうじゃないですか。やっぱり利害関係があると、友達にはなかなかなれないので、まあ、卒のない付き合いができていれば、そして仕事が円滑に進めば問題ないっていう感じじゃないですか。もちろん中でも、一部ね、気があって信頼できる人がいれば、その人には親しくするとかね、こう分けてやってもいいとは思いますけども、基本をつかず離れずの感じがいいんじゃないでしょうかね。 人口の半分は女性なので女性ともうそこそこうまくやった方がいいとは思いますがんでも女性性を強めるというよりも女女性の性性の質を知ってとと関わるようにすす。ればいいと思い思ますどうしても付き合わないといけない相手の場合は共感できないとしても あこの人は共感してほしいんだなっていうふうに判断してできるところは共感していくとかできる範囲でいいと思うんですよ。でも仕事関係は、まあ、それも含め仕事だと割り切って女性が女友達の悩みを言う時っていうのは。 解決してほしいのではなくて共感してほしいものだっていうことは多分分かっておられると思うので大変だだっっったたねねととか、そうなんてて言ってあげたらいいと思い思ますよで。男性性の強い人は結果に重きを置くけれど女性性の強い人は途中の過程が大事なので結果がどうであれ頑張ったことを褒めてほしいとか分かってほしいっていう人が多いですよね。 ここも男性と女性のすすれ違うポイントなんですけどね。さっき女社長の話をしましたが仕事なんて結果が全てなので途中どれだけ頑張っても結果が出せてなかったら何の評価もされませんからそういう意味では男性性が強い人は結果にコミットできるんですよね。だから仕事ができてしまう。一方、女性性が強いと、 途中自分がどれだけ頑張ったとか途中どれだけ楽しかったかっていうところが大事だったりするのでもう結果ばっっかりりガミガミ言われれるるとそれだけでで嫌になったりするんですんよね最近はこの男性性女性性という概念も一般的に認知されてきているので本とか YouTube でもいくらでもね知識を拾えますから。 女性性と男性性を勉強して自分に取り,取り入れられるといいんじゃないかなと思います。自分が女性性を強めるっていう意味ではなくて、女性はこういう性質なんだなって分かって応じるという意味です。女性の話を聞いていても、解決しようもないのに何言ってるんだろうと思うでしょうが、でもそれこそ私が普段言ってる、 そこに愛はあるのかっていう話になりますよね。解決しようもないのに何言ってるんだろうって H さんが思う時それはどこまで行っても H さんの観点で H さんだけの世界観なんですよね。ちなみに無条件の神は「愛とは相手の観点で相手を見ることだ」と伝えてきてくれてるんですけれどももし エイジさんが他人に愛を表現して生きる気があるのであれば、その相手の女性をその女性の観点で見てあげることなんじゃないかなと思います。その女性性の強い人たちがどんな観点でこの世界を見ているかを共に見ていってあげることなんですね。私はそうは思わないので知らないって切り捨ててしまうのももちろん自由なんですけど、 それって愛がないかもしれないですよね。こちらがその態度だったとしたら、その女性性の強い人たちからも、H さんっていつも私が話していると、えで簡潔に言うとって急かしてくるけど、なんであんなこと言われなきゃいけないのって言われてしまうかもしれないじゃないですか。結局それって両者分かり合えず、交われず、愛し合えないわけですよね。 私はこうだから相手のことなんて知らないっていうのは楽ですけどそれだけで生きると多分この先どこかでつまずくことになると思うんですよね。だから理想としては、自分と違う性質の相手にも愛を持って関わるっていうことこいをおすすめしますもっと言うなら、仕事ができます」と書いておられます。が、 本当の意味で仕事ができる人は男性相手でも女性相手でもうまくやれる人だと思うので女性のことも研究して本当の仕事ができる自分を目指してみるのもいいかもしれませんあとは文面にあった共感はできるけど賛同はできないという件ですけれども共感と賛同ってちょっと意味が違ってくるかなと思うんですね できるんだったらね十分だと思いますよ女性の話に対して共感っていうのはあなたのその感情私もわかりますよってことですよねでも賛同は何かその人がやろうとしてることを自分もそこに一票入れないといけないみたいなイメージの言葉に私は思うんですけど共感したからといって賛同をしないといけないとは思わないですあそれわかるよって かかるるすごい分かる気持ちってでも私はごめんやけど選選ばないいいいいわっててう選択をしてもいいと思います、まあ、何についてのね賛同なのかがちょっと文面にはなかったのでちょっと具体的には言えないんですけれども「私はこうだから」ってみんなあると思うんですがでも結局ねみんな本当は分かり合いたいんだと思うし他人と愛し合いたいんだと思うんですよね。 別にこれ男女関係なくね私はこうだから私はこうで相手は違うから知らないって言ってしまったら分かり合うこともできないし愛し合うこともできなくなるのでそうなるるとと結果寂しい人生になるかななか思ううんですね、まあ、そうなりたくないから相談してくださったのだとは思いますけれども、まあ、分からないなりにも相手のことを知ろうとしたり分かろうとするところに愛があれば おかしなことにはならないんじゃないかなと思います。文明を読む限りだと、今すぐ困ってるわけじゃない感じなので、まあ大丈夫なんじゃないですかね。本当に修正しないといけない時って、絶対問題起きますから。人生に問題が起きるということは、修正しないといけない。改めないといけないよってことに気づけよっていうサインなので、 問題が起きているようなら、今日の話を参考にしてもらえばいいかなと思います。ということで、本日のお話は以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また別の音声動画でお会いしましょう。